那智勝浦町の世界遺産熊野那智大社で、今日那智の滝の滝口にかかる大しめ縄が張り替えられました。那智の滝は那智勝浦町の熊野那智大社の別宮広尾神社のご神体で、滝の上にかけられている大しめ縄は7月と12月の年2回張り替えられています。今日は白装束に烏帽子姿の神職5人が高さ133メートルの滝の上で張り替え作業を行い、長さおよそ26メートルの新しいしめ縄を両岸の木に固定した後、川の流れに足を取られないよう注意を払いながら、しめ縄にシデと呼ばれる白い布をくくりつけていきました。今年も冷たい那智の滝の水に浸かりながらご奉仕をさせていただいたんですが、来年は、皆様にとりましては逆に暖かいいい年になればという思いで張り替えをさせていただきました。